3月31日、最新セリーグ順位表。変わらないおバカさん、現れたお前さん。今年は開幕3立てないんやな。どうなるかねえ。2024チーム初ホームラン。阪神、森下。広島、康介。横浜、渡来。巨人、梶谷。ヤク、塩見。中日、翔さん。巨人ファン、まあいいやろ。阪神ファン、まあいいやろ。ホームラン打てないと勝てないのは悲しい。中川が打たれて負けたのが地味にきつい。今年も中継ぎで落とす展開を見させられるのか。阪神を大のお得意様にしてた中川が打たれたのはネガだな。森下に対してあのコースに投げるのはマジであかん。中日はオープン戦で良い夢見れてよかったじゃん。それも去年の方がいい夢だったんだよな。去年より良い夢があるとは思えんか。現地、ファンやめたい。チナディ。まだ始まったばかりだぞ。今月はもう見るのやめろ。今日でシーズン終了したらヤクルト優勝や。去年も開幕当初は良かったんだよなヤクルト。今日の広島 DE 戦は両チームによる攻守の緊迫した試合だったな。今日の渡来ってどうだった？ごたく。ベース、ボール開幕。昨日までの守備褒めたらこれだよ。横浜は昨日のオースティンにダイソーで3采配見て刺したわ。両方、全球団今日で初勝利。